ついにこの時が来たな。いや、お前誰だよ。これね、詳細はまた後に言うんだけど。まあいろいろあったわけ。ちょっとめたいな。で本題に戻るんだけど、今日って何試合まで行われるの？今日は2試合目までだな。それじゃああんまり大した情報は取れないか。まあ、そのうち誰かが明かしてくれるさ。それもそうだな。さあ、ついにこの時がやってきました。ということで、まずは自分の自己紹介をしていきます。今大会の予選司会者担当のリアです。みんな、よろしくねー。今回の大会では初出場の選手が多く見られますね。一体どんな戦闘を見せてくれるのか楽しみです。それじゃあ今日行われる試合を紹介しますね。本日行われるところはここ。予選第1試合と第2試合です。予選第1試合は3時間後に開催します。はい、それじゃあこれで開会式を終わります。みんなの健闘を祈っているよ。最初は経過。まあ心配することはないだろうな。そしてその次。リリー。知り合いなのか？いや、あいつは数ヶ月前に異変を起こしていて討伐したやつかもしれない。生きているのか？まあ幻想郷の恩恵で殺すことはできなかったからね。確か幻想郷内にいる者に霊力、能力補助付与し殺害が不可能になる。幻想郷の人間になっている者はスペルカードルールで白霊大結界によって力が束縛されているだったっけ？そう、でもこれにはまだ続きがあるんだ。調子はどう？問題ないな。第一試合だからな。あまり情報を与えない勝ち方をするよ。まあ、心配はしてないよ。あなたが勝てないようなら他の人が勝てる確率はほとんどない。頑張ってね。さあ、それでは第一試合のお時間になりました。選手は会場の方にお願いします。ふん。さあ、両者で揃いました。な、あいつは、知ってる人？以前に異変で出会ったことがあるわ。しかもかなり強かった。まあ、ケイなら大丈夫よ。それでは、よーい。はじめ。どこを狙っているんだ？そりゃあ、あんな一瞬で終わったら面白くないですからね。PWA。あいつ、PWA のことを知っている？まあ、それでもやることは変わらない。打撃だけで抑える。遅い。バカな。なぜ打撃だけでここまでの威力が。これで終わりだ。さあ、ここで決着。勝者はユズリハ系選手。圧倒的な物理攻撃の差を見せつけて勝利しました。いやあさすがだね。物理だけでも圧倒的だ。さすがは PWA。 私があの時に苦戦した相手を難なく倒している。それにあれで半分よりした。どうなっているのよ。まあでも今の霊夢さんならあれくらいとは渡り合えるくらいの実力はあるんじゃないの？
まあある条件を取り除けばね。さあ、第2試合です。この試合ではどのような戦いを見せてくれるのでしょうか。さあ、白鳴の巫女たち、見てなさい。あの時とは随分と変わったところ。それじゃあ、用意。スタート。さあ、一瞬で終わらせてあげるわ。オーバーデリート。え？あ、ということで決着。すごい火力の爆発で勝利。勝者はリリー選手。あいつ、かなり腕を上げている。やっぱり第一回戦じゃあまり能力を使わないな。それじゃ、一回拠点に戻ろうか。そうだな。ご視聴ありがとうございました。まだの人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。茶番劇は1話から最新話までまとめてある再生リストがあるので、それもよかったら見てくれよな。通知オンをしてぜひ、次回の動画も見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。